豊橋たくあん社員取れますか？はい、豊橋たくあんです。光635室です。今グリーン車ご利用の男性のお客様なんですが、駆け込みで乗ってきたんですけども、カードしかないみたいなので車内生産ができないため、そちらでついてから生産をお願いします。はい、かしこまりました。すいません、議員さん。はい、どうされました？生産お願いします。東京からお越しのお客様ですか？はい。ではここまで 12,650 円です。え？なんでそんな高いんですか？いや、お客様、ここまでグリーン席で来たんですよね。いや、自由です。あれ？先ほど社長からグリーン席とお聞きしてるんですが。自由ですよ。ん？ちょっと待っててください。堺条約、どうした？今生産できたお客様がグリーンで来たはずなのに、自由って言うんですよ。ん？どうしたらいいですかね？あいつは不正の常習犯だ。え？毎回ああやって嘘ついてんだよ。ブラックリストにも載ってるはずだ。そうだったんですか、あいつは。お客様、早く生産してくださいよ。本当に自由席で来たんですか？そうですよ。こいつまだ嘘つくか。すいません、金さん。はい、この切符持ち帰ってもいいですか？いいですよ。初めてのグリーン席だったので記念にと思って。あれ、隣のおじさん、さっきはお茶こぼしちゃってすいませんでした。あ、いいよいいよ。ん？お客様、隣だったんですか？はい、それで僕がお茶こぼしちゃって。お客様、いや、今は犯人ということは。毎回ああやって、毎回ああやって嘘ついてんだよ。生産お願いします。生産お願いします。こいつまだ嘘つくか。こいつまだ嘘つくか。こいつまだ嘘つくか。